ヤガチャガチャンネル。ヤガミンのゲームマスターシーズン1とは、ゲーム実況者ヤガミ颯がレトロゲームをクリアできることを証明するために過去の名だたるゲームに挑戦する企画コーナーである。クリア時に状況によって3段階の評価を行い、そのクリアの総合スコアによって今後のこのゲームマスターの企画存続も決定する。今回プレイするゲームに対してのテーマは、当時有名だったバラエティのゲーム版、そして前から触りたかったタイトルである。うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャー、電流イライラ棒リターンズ、メーカー株式会社ザウルス、発売日1998年3月19日、ハードプレイステーション。1995年からテレビ朝日系列で人気だったバラエティ番組、うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャー、これができたら100万円内の人気企画、電流イライラ棒シリーズ、これをゲーム化したチャレンジタイトル。コースに触れてしまうと爆発してしまう電極棒をゴールまで運ぶ、至ってシンプルなゲーム。しかしながらリアルではないバーチャルのプレイフィールがもたらしたプレイ感はまさに絶望そのもの。テレビを再現したコース、そしてオリジナルのコースが収録されている。今回のクリア条件自体は縛りプレイになっている。すべてのコースをクリアすることを最低条件とし、コンティニューを利用した回数でクリアランクを変更するものとする。なお、この縛りプレイはもともと Nintendo 64に発売された同タイトルにコンティニュー機能が収録されていなかったことを元としている。このタイトルにおける3段階評価をお伝えしよう。先ほど説明した通り、今回はコンティニュー回数をトロフィー基準としている。一度もコンティニューしなければゴールド、1コース分コンティニューを用いればシルバー、2コース以上でブロンズとなる。ヤガミの耐久力が肝となる条件を設定した。うっちゃんなんちゃんからの挑戦状、完全攻略できたら100万円、もう夢じゃない。全人類へ向けられた悪意がここに。勝つのは人かマシーンか。さあ炎のチャレンジャーよ、今こそ立ち上がるがいい。はい、というわけでございまして、皆さんやがちゃっちゃ、今月のゲームマスターはうっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャー、電流イライラボーリターンズというわけでございましてですね、こちらプレイしていきたいと思っております。さあ、というわけで、今回のゴールド条件はコンティニューを一切使わずにクリアですね。で、ですね、基本的にはテレビ、はい、基本的にはテレビコースを先にクリアして、オリジナルコースの特急まで、違うな、オリジナルコースをクリアしてからテレビコースかな、なんですが、チャレンジをプレイしてファイナルをプレイして初級中級上級、その後のもクリアしてみたいな感じでやっていきたいと思います。というわけでまずはテレビコースのチャレンジ、テレビ番組版、初代イライラボコースを完全再現ということでこちらやっていきたいと思います。あのね、動作チェックでちょっとだけ触ったんだけど、きつい。テレビ番組初代コースを完全再現、人類を救う英雄の登竜門、チャレンジコースであります。基本的に丸と×で1足から5足まで持ってけて、スティックが使えない、なので方向キーだけでこうやって繊細に当たらないようにしていきながら制限時間内にクリアを目指すみたい。あ、おっとこれはくっそ、俺結構苦手なジャンルの部類だと思うんだよね。だからここで一回こうやって抜けといて、でまたこのちょっとじわじわじわみたいな、この方向キーの、あっ、もうあと1機しかねえじゃん、まずいぞ。だからもうここはもう超慎重に抜けて、制限時間が足りるか足りないかっていう目安も分かってないけど、別にそれは後でいいもんな、理解するのはな。だからまずは抜けることを大前提に、よいしょ、でここも抜けて、おお、よいしょ、でいいよ、で抜けられるところでちゃんと、あぶねえ今の、抜けといて、あと15秒、はい、
どうよ、こんな感じですよ。なんで今音声途中で消されたの？あーでも遅いんだね。こんな感じでクリアしていくっていう。で今チャレンジクリアしたので次はファイナルに挑戦したいと思います。ね、さあ難易度大幅アップ、極悪イベントイライラロボ初登場というわけで、次はテレビのファイナルに行きましょう。テレビでいう第2弾かな。無論このぐらい簡単にクリアできるのはまだまだ、このゲームが牙を剥いていない状態であることを示していた。いやあのね、喋れなくなるマジで。制限時間も増えてるね。ただ直線は方向キー強いでしょ。おー 3D だね。あーなんちゃんスロットみたいな、うちゃん37か。うわー、ちょっと待って、ちょっと油断するともうバーンですよ。あたくそがお前 3D のお前カメラどうなってんだよ。だからここでこうやってゆっくり抜けて、でまた上側に戻って、でここでよいしょ下まで下がって、よいしょ、ほう、あ待って、奥か、奥行ってる時か。あこれでゲームオーバーか。いやこれきついな。あと何気に、なんだろう、ローディング地獄だな一回死ぬと。でももう本当に多分何回も攻略しながら流れをつかむしかないと思うんだよね。でまずそこにスッと入って、で下から行った方がいいんじゃなかったっけ。うい、うわ、で多分こっからはチェックポイントができるから、チェックポイントの、あ嘘、五速舐めちゃダメだ。おっぶねえ、五速の場合感性も働くのかな。あマジか。あれか、最初のところで死んだ場合はコンティニューしてもいいのか。別にコンティニューするメリットが何もないもんね。そうだよね、だから最初のところはコンテにしてもいいのか。いやーにしてもだな。でスッと入って、おーぶね、で五速で構えといて、よし、え違うな、おおっと、はい、あくそがで、よし、はい、上かやっぱあれ、一個の抜きりゃいいだけだろう。はい、こうだな、こうだな。さあで迷路か、あれテレビ見てたはずなんだけどな。あ抜けれたわ、やる、あ違うな、これ上からか。うわあそこにスッて入んの、うわ、いや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 、とりあえず迷路は抜け方分かったからいいとして、いや若干やっぱ感性やんな五速で、いっ、あー終わりか。あー楽って言おうとしたけど無理か。あーいいよ。で4速ぐらいであんまりその感性がバーって出てこないようにして、でこの時点でこのギリギリに待機して、あそこの左上はセーフなの。いやわかんねえな。いやここ今行けるべ、ここでは行かないよね。だ次の次？マジか。おしよ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 し。しかも次チャンス？
これはチャンスじゃないか。この1の後に2連が来て、うわー、ちょっと待機場所変えようとして、これだ、マジか。あー5速で行くもんじゃねえよー。うわっ、うわっ、あ、で2連が行った後にチャンスがあると思ってるんだけど、あー、いける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 、いけそう、すげーいけそう。落ち着いていこう。おい、来たよ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 。うわ、いつ行けばいいんだこれ、この後。うわー、あー、もう焦っちゃダメだよ。この後でも行ける距離ではあるんだろうけどね。この行けそうで行けない幅が全てを狂わせる。1回目、そして2回目の区間は言うほど距離は変わっていない。しかしながら、このわずかな誤差が全ての操作を狂わせるのであった。おい、超推しの認知も検知よ。いや、もう待って待って待って、落ち着いてこうぜ。いやいや、先見るのを優先にしよう。だから落ち着こう、ここは。今のは危ない。行きたくなるけど、行きたくなるけど、あ、もうじれってーわー、マジじれってーわー、まあコンティニューしちゃったわ。あー、もう早いんだよ気持ちが。そこでスッていけるようになったら早いよね。うわー、止まれてない。ちょっと頑張ってみるか。おい、あー惜しい。合ってる合ってる、絶対今のだー。斜めキーを入れる勇気だよな。斜めキーが入んないと、だここから直線上の斜め脱出点よ。うわー、わー、マジかマジか。そう、出るところでビビるんだよね。出るところでビビっちゃってぶつかるよな。もはや魔物としか呼べない脅威の難易度。急がなければならない。でも操作は正確ではなければならない。そしてそこに遊びはない。絶望を乗り越えるためにひたすら回し続けるヤガミ。感性を理解できれば緩やかに突破口が見えてくるというか。本当はここも いや、いけねえかな。ほぼほぼ幅一緒だもんな。焦ったよ焦ったよ焦ったね。
焦ったよ、焦ったねですよ。ブーグー、正面からは受け止めてくんねえな。だ練習がてら最速で行く方法、あー、よし来た。待って、いつ行ったらいいか分かんねえ、いつ行ったらいいか分かんねえ、いつ行ったらいいか分かんねえ。このあと、いやもう保険かけまくろう。お、来た。うわ、なんでこれ、なにこれ、おおうおお。ちょっと待てよ。ゴール見えてんぞ、ゴール見えてんぞ。もうなんか子供が適当に負けたコースみたいだなこれ。来た。さあ、ようやく彼の出番がやってきました。その全貌が今ここで明らかになる。さあ、イライラロボ1号との対峙。さあ60秒。待てよ、下がった時、下がった時だよな。うわ、当たったんけ。え、待って、どこと当たってんの。ここら辺から上がった時か。よし、次右だよな。うわー、ここまで来なきゃいけないでしょ、ここまで来なきゃいけないでしょ。今回のプレイ内容どのよう。勘弁してよ。ついに姿を現した悪魔の化身、イライラロボ1号。しかしながら、ヤガミはまさかのわからん殺しで、あえなく3機撃沈。そう、またイライラロボと対峙するためには、あの場所を乗り越えなくてはならない。自分のタイミングで入ってください。で、ガン。おい、で次手でしょ。意外と行ってる、左の時の方が抜けやすい。ってー、マジか。テレビでよく見たわ、そこで爆発するやつ。当時バカだなと思って見てたわ。おい、行ったタイミング狙ってみる。わあ、角っこー、角っこー、だーだー、だー、うっ、だー、だーま、だー。よし、一機しかないが。自分のタイミングで入ってください。え、ひ、あの手のひら、欲張ったかな。 SPT スーパーテケテケタイムである。行こうとする気持ちが強ければ強いほど操作はどんどん狂っていく。あー、もう、あー、お、バカ、あー、あー、バカ、あー、バカ、よし、久々だぜ。自分のタイミングで入ってください。もう覚えてねえよ正直。手、おい、
はい、ああちょっと待って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 来たんじゃねえか。クソが。マジか。いや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 、でも第2まで来れたから、これは大きな進歩よ、これは大きな進歩よ。あー、はい、自分のタイミングで入ってください。はい、あてはいはい、もうね、ちょっと64勢のみんな本当ごめん、コンティニューさせてくれ。もうゴールドとかじゃねえよ、2面なんだよまだ。ついに矢神ゴールドからの降格を選択。ただしこの時点で収録は1時間半以上かかっており、取れ高もあんまりないので、ナイス判断だ矢神。そしてコンティニューを選択したことで、イライラロボ1号から攻め落とすことができる。果たしてどうなるのか、次回に続く。